どうも、トツガワです。本日は左足バイクに来てます。今日は2020年10月の3日です。本日は、この特急カムイ102号に乗りまして、九州は7県ありますね。なのでその7県を1日で回ります。回れるって言っていいのかな。7県回ってきたいと思います。切符はみんなの九州切符を使います。それでは始めます。最新のなと急行100、最初に乗るのは特急カムイ102号です。これで新鳥栖まで移動します。今から左足の発車です、ね。これで、今日一日で左足の発車に戻ってくるのが来ましたね。佐賀、博多、佐賀、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎ですね。この7県を回ることはできるか楽しみですね。もう朝太陽もなんか頑張れって言ってるみたいですね。ちょっとあそこに、あそこに太陽がなんか成功してるようで言ってるような気もしますけど、頑張っていきたいと思います。
新鳥栖に着きます。新鳥栖から桜403号で、まあ、南下したいと思います。で、まあ、その鹿児島中央で、まあ、1時間待って霧島号に乗って、まあ、霧島に霧島にと乗り継いで博多に向かいたいと思います。8号系ソニック編成かな、8号系ソニック編成でした。今から、まあ、N700 系7000番台やったかなの桜号に乗って鹿児島中央を向かいたいと思います。もうすぐ桜号到着です。これで、まあ、鹿児島中央までの指定席券で、まあ、まず1回使って指定席とで行きたいと思います。 D なんであっち側の対向ホームの方です。これで、まあ、佐賀県とも一応は物語です。まあ、隣先に行くときに通ります。新鳥栖です。新鳥栖に来ました。で、まあ、あと30分程度したら鹿児島中央ですかね。まあ、YouTube の、まあ、自分のチャンネルが、まあ、目標今100人でしたよ。で、半分切りました。半分到達しました。あと半分頑張って、まあ、登録者増やしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もうすぐ鹿児島中央ですね。中央駅で、まあ、約1時間ほど、まあ、列車を待つことになります。
まあ、今から宮崎に行きます。でですね、グリーン車てっきり、まあ、あっちかとまあ言わせるようであるんですけど、聞こえる方聞こえます。 7% 7件というか 7% 3だと思う。 7% 3だと思ったんで、もうちょっと意外な雰囲気があってます。まあ、今から宮崎までグリーン車に乗りたいと思います。多分この形式の 7% 7は俺初めてですね。これなんですね、マシン。まあ今勉強不足ですね。まあこれからもまあ乗っていく、まあ、たまに乗ることがあればね、みたいな。これだったらちょっと乗車券だけいらないで、グリーン車券の1600円かな、ハグだけで乗れるんで。まあそこから一人用券なので、ここでゆっくりしたいと思います。まあちょっとね、この向かうの食べたんで、まあ、ちょっと取り忘れました。これってワンマン対応なんですね。今はドアが閉まります、ご注意くださいって なったんで、まあこの後鹿児島に行ってきますね。ちょっと JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。次は鹿児島に停まります。Ladies and gentlemen, thank you for using JR Kyushu Railways. The next stop is Kagoshima.Ladies and gentlemen, we will soon be making a brief stop at Kagoshima. After leaving Kagoshima, we will be stopping at Kachiki. Thank you.Thank you.
着きました。鹿児島ちょっとした小さいのがちょっとあ、ここから多分右手はちょっと今回映せないんで、今ちょっと健康安定があります。まず来たちょっと外に回っていきたいと思います。しましたけど、今牛神水駅を列車待ちの中で発車しました。向こうの長野バーの沿いずっと来たんですけど、まあやっとという感じで、まあ、ずっと改装してたら結構、まあ、街並みが出てきましたね。そのどこなんだろう、後ろつなげてプシュンってって形で別府を置いた方に行くんで、まずちょっとここで閉まるときに放送を開いていと思います。聞いてもらえたでしょうか。霧島って半分ワンマン対応なのかな、まあ、結構ワンマン対応としてあるみたいなので、まあ、これもそのうちの一つだと思います。発車の後はずっと山の中を確か通るんじゃなかったかなと思いますね。今視察線等を視察線は被災を受け七つ星の運転が見合わせとなっているのは、まあ、宮崎までしか行かないんじゃないですかね。なんで鹿児島中央とか視察線に行くのは、まあ、まだ先、まあ、3、4とかですかね。まあでも早くまあ、復旧して運転してもらいたいと思います。あっちが多分視察線かなと思われます。
なんとも非進行原石あ、やべ忘れた絶対とかなんかね、まあ、吉松から都の城まで行く路線がありまして、その路線と、まあ、また都の城で、まあね、会うことになります。国分寺を出てから結構山の中入りますね。で信号場で止まるんですね。結構ってことは国分寺とどこの間だ、霧島神宮かな、間って相当長いんですね。俺も初めてのこっちの南九州の日光本線縦断するわけですから、ちょっと初めてなんですよね。実は大分より南と鹿児島より東の方になりますから、この区間初めてなんで、あ、ダメだ。
一応もうちょっとここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。